レッドゼッペリンライブの歴史。1972年11月30日、イギリスニューカッスルシティホールでのライブでございます。ニューカッスルでは2日間公演が行われまして、これはその初日の模様でございます。10月初めの日本公演から帰国したゼッペリンは、スイスでウォームアップギグを行った後、この日から翌年の1月30日まで約2ヶ月にわたる最大規模のイギリスツアーを敢行いたしました。このツアーでは11万枚のチケットがわずか4時間で完売したと伝えられます。ロバート・プラントはツアー初日ということもありまして、久しぶりで地獄のように緊張したとコメントしております。そのロバート・プラントのボーカルですが、初日にしては調子が良かったようで、ハイトーンが必要とされる丘の向こうになど、時々突っかかるところもありますが、なかなかの出来栄えとなっております。このイギリスツアーでは、日本公演と同様に、発売前でありました新しいアルバム、聖なる館からの新曲を多く披露しておりますが、そのライブでの演奏に一層磨きがかかったように感じられます。この日の胸いっぱいの愛をの演奏は、当時入院中であった孤高のフォークシンガー、ロイ・ハーパーに捧げられております。言うまでもなく、サードアルバムのあの最後の曲の人物でございます。ジミー・ペイジとは大変ゆかりのあるミュージシャンです。アンコールでは、ちょっとおかしな感じで始まる移民の歌や、メロトロンでの演奏であるサンキューなどが聞きどころとなっております。ではどうぞ、お楽しみくださいませ。Sorry to say really, but Led Zeppelin. My brain hurts.
next one. It's a very good friend of ours who's in hospital at the moment. Roy Harper. And it's fitting we should finish the first gig on the first tour. And if anybody knows Roy, it's going to get his arse back on the road again. Roy. Oh,
レッドゼッペリンの神髄はライブにあり。年代別にお届けいたしますので、どうぞ今後もお楽しみくださいませ。ではまた会いましょう。 See you next time.